というわけでコニちゃんあとよろしく。無責任な店長さん。さすがコニちゃん、今回は銀行の一日支店長だなんて。ティッシュもらい放題だぜ。フォロは一日総裁法人がいいみゅ。さすがにティッシュもらい放題つうても、あのちっちゃいビニール袋に入ったやつなら柔らかくていいけど、箱に入ったチャッチーやつだと髪が硬くてゴワゴワしてるから、鼻かむと鼻の下が痛いわ、気づけばキレッピーになるわ。でっていらっしゃいました。いらっしゃいませって順番逆やご、順番がどうぞ。キレッピー、工夫もセンスも何にもない粗品ですね。やっぱり粗品はこうでなくっちゃ。うん、こんなもんだみゅ。店長というより温泉周りのマジシャンですね。まだ一日店長欲しい、やりたいみょ。だからん、きた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 、またまたやってまいりました。売れ残り3人組、もとい今回は銀行ごと ABC だぜ。ちょっと待て、お前ちゃんとしていらっしゃい。まっ、うぜえ銀行ごとだ。金を出せ、やってわけろ。動くんじゃねえ。って兄貴、よく増えたっすね。いっぺん行ってみたかったんだよ。かっこいいもの本見たぜよ。すっげえ、いかにもなタイミングで現れた銀行強盗だぜ。うーん、手の込んだイベントですね。やあ、この方にクリソスミュー。じゃあじゃあ、モノは悲鳴上げる人の役やるんだミュー。あーねー、うん、モノちゃんいい感じで壊れてますね。でもちょっと飛ばしすぎのような気も。いやあ、あれはなかなか味があっていいんじゃないかにゃ。よし、俺立ち向かって撃たれる刑事の役をやるぜ。事件は現場で起こってるんじゃない、俺の頭の中で起きてんだ。ほう、ハイちゃんは見事にそっちの世界の住人になりましたか。こうなったら唯一まともな僕が何とかするしかないですね。あ、黄色のフェイスの何かをやるべきに、マロを助けてくれたら、その世界で落ちちゃったら、声で落ちちゃったら、あんな壁を一番高く、誰か止めろって。どっちになってばよ。ビビったか、こら。この本ですね。マロピンチミュー。兄貴、弾が出ましたよ。当たり前でしょ、物本持たなくてどうして強盗ができますかって。じゃあそろそろ下生バツバツいただくからちゃんと見張ってちょう。へぇー、動くんじゃねえって言ったらやるかよ。てなんだその目は。じなんだその目は、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 撃つぞ、出た。おいおい、でもこっちに飛ばすなよ。全弾命中してますよ僕らに。こんな肉体で残りの人生を送るの嫌みゅ。いらっしゃいませ、番号札をお取りになってお待ちくださいませ。中継先の後藤さん。はい、私は今強盗が入った銀行の前に来ています。事件発生から5時間、未だ犯人は私の可愛い行動はありません。警察官の警察官、本当にこっちゃんだけども、何だなんて。ほらほらほら、キリキリシャキシャキ、スパンスパン、白板くれ。そのでけぬから目離すなよ。コニちゃん、でもなぜにやっつけてしまわないみゅ。支店長ですからむやみに暴れられないのでは。と捕まってしまったけど、何気に刑事ドラマみたいでかっこいいぜ。ふっときてますね、燃えてしまうんですね。僕らを巻き添えにして、3、2、1。あのガキどものおかげで予定が狂っちまったぜ。これじゃ人手が足りねえなって。うるせえ、いいからこっち来て手伝え。はい、耐えろ耐えるんだ俺。今暴れたらみんなの命が危険にさらされる。逆転のチャンスはきっとある。明日の勝利のために今日の屈辱を耐えるんだ俺よ。何してるのかな。耐えろ耐えろ耐えろ、耐えろ。サクサク自分の懐に入れるな。次。もしもしパパ、窓ガのお姉さんたちもよかったんだけど、その前にあった偉い人たちの挨拶で打ち入りなのに打ち上げ打ち上げって連呼するから、僕はちょっぴりドキドキしちゃったよって。それはさておき、僕のポケットマネーの追加をほんの20億円ほど。金増やすなよ、捕まった時罪重くなるだろうが。次。おらおら、キリキリ歩くみゅ。金庫の中にはまだまだあるはずみゅ。隠すとためにならねえみゅ。へへへ、ボス、いい手があるみゅ。まずはヘリコプターを要求するみゅ。目くらましだけど早げなのがいいみゅな。んでもって本当は地下下水道からあいてこいてそう行くと、あら不思議、目の前は飛行場なんだみゅ。監禁場所はフィリピンがいいみゅな。なんつってもレートがいいみゅ。あと人質みゅな。抵抗されなすぎで幼げな子供がいいみゅ。そう、それでもって女の子だって余計にいいみゅな。さあさあさあ、かよわげで幼げで愛らしげで、後で始末しやすげな女の子はいないみゅ。ああ、
中継先を呼んでみましょう。中継先の後藤さん。それじゃあ準備はいいかい？ウィーセなんだこの音は。兄貴。なぜ鎖が切れるか。父ちゃん。なんでこんなことになってるんだろうね。やっぱり銃使ったり縄で縛ったのがいけないのかな。許してくれないかな。無理だね。やっぱダメ。確実に。あの閉店なの。ただいまの時間をもちまして当店は閉店なの。またのお越しを待ちてますの。こんにちは。誰かこにちゃん助けとりゃ。こにちゃんだけでオッケーりゃ。他のアホガキどうだっけよ。こにちゃんこりゃ。なぜに逃げるかな。またこれ以上現場からのレポートでした。アホくさ。いやこの間参りましたね。縄で縛られるわ、袋詰めにされるわで 83% 死にそうになりましたけど。でもさすがはこにちゃんだぜ。今度は一日機長とは機内食食い放題だぜ。モロは女の子の将来なりたい職業ランキングにいつも上位にランキングされるスーチーさんになりたいみょ。いつの時代の話です。いらっしゃいました。長さんも大変かもしれない。アテンションプリーズ。エミ、エミ、私の可愛いエミ。お前はこの世でただ一人の私が持てる技術と愛情のすべてを注いで作り上げた最高傑作だ。世に出ればお前は一人、自分で考え行動しなければならない。またお前の正体に気づいてしまったら人々は、ああ、エミ、エミ。新聞をごくごく普通に配ってますの。朝だから召喚。夜に使い始めよ。召喚素晴らしげ配る私ラララなめこ汁。不動産関係のチラシ召喚召喚。それはあまりに儚い初登場だった。力尽きた彼女を優しく抱き起こしてくれる者はいない。世間の冷たさを彼女は薄れゆく意識の中で。元気じゃないのにね。もうね。どんからがしさん。電源オッケー。うわー、エネルギー充電無駄に 120% フライホイール接続圧力上昇マーレウナでエンジン加速スピード展開サイクリアいつも電気さん友達。はい。おー、復活じゃん復活じゃん。しかしエミー姉ちゃんがアンドロイドだったなんて気がつかなかったな。早い話、喋る電化製品ですね。まあ、いけず人間だって単なる単純な物じゃなくて。私はエミ、見た目にわからないと思いますが実はアンドロイドです。とある会社がすっげー極秘に開発したの。3サイズも極秘。社会勉強のため&食費かっこ電気代を稼ぐためフリーターなどやってますねんの。でも私の正体は絶対秘密。特にお向かいの福本さんの奥さんはおしゃべりだから気をつけてね。コンビニ電気代も払える。あれも売ってるよ。はあ、今月も電気代出ていっぱい。お化粧品も買えないわ。化粧したいん？毛穴パックとかソロミュ？いけないわエミ、くじけないで。ウィーン、泣き伏せなんてさよならね。皆様に愛される電動一般市民となるためにビリビリっとな。でもアンドロイドじゃ住民票もらえませんよ。ダメなんですか電動は。国民年金ももらえないし確定申告で還付金も返ってこないな。母子手帳ももらえないし選挙権もないみゃ。あら、よかった。電動って不利なんですねこの世の中。女手一つでここまで切り盛りしてきたけど所詮切ないエレクトリックガール社会に溶け込むことなんて。でも市民税払わなくていいじゃない。ラッキー。
国民健康保険にも入らなくていいし、印鑑証明もいらないの。実家のお母さんと揉め事起こさないで済むし、食べ過ぎ飲み過ぎ胃のもたれも心配ご無用。苦労してんの、コニちゃん。ああ、生きるって素晴らしげ。こんな私でも生きていける。この体を流れる電気の1アンペア、1アンペアまでもが生命に満ち溢れてる。つうか、キクレイちゃん、俺やったぜって感じ。神様、サンキュー。でも電気代は3ヶ月以内に払おうね。止められちゃうからね。こちらにナハニャハ1号、例の調査を完了した。どうぞ。時給が良さげなバイト、なかなかないですね。しかしエミー姉ちゃんの消費電力すげえから、かなりバイト掛け持ちしなきゃな。やっぱ身を自立した女みゅ、勉強もしねえで親のすねかじってる化粧濃いめの女子高生どもにネジの赤でも飲ませたいみゅ。僕も勉強しないで親のすねかじってます。化粧は薄めですが。してるんか、薄めに。てこりちゃん、エミーお姉ちゃんを助けてあげるみゅ。助けたりや。うん、助けたるわ。なんで関西弁やねんって。わしも、あ、バッテリーが少なげ。おやつの充電が足りなかったんだわ。肉体疲労だわ。でも鉄だし。ダメ、エミ、勝つのよ、頑張るのよ。もうこんなだよ。余計電力消費。アルバイト探せばいいの？ほへ。よさげなアルバイト探せば、エミちゃん大助かりなんだねって。うぎゃあ、生活の糧が。調べたよ、アンドロイドのアリアコレルルル。この暗黒日レポートを本国へ届ければ、お仕事終わり。扱いで、あ、こんなところに落ちたのね、アルバイト誌。しかもでけえし。もしそこのお方大丈夫っぽいですか、幸せですか。ダメダメだ、これを。なんね。この極秘ファイルを仲間のところへ。でならいくらでも。7億円消費税抜きですか。おいおい、どうしましょう。いきなり急げな大金をゲットできるなんて、まだ心の準備不足まで昔の彼のことが忘れられないし。アルバイトなの。なのなの。そうですわ。よかったね、普通人間だったら自転車の二人乗りはいけないんだよ。よかったね、電気で動く肉体で。目的地までおよそ20キロ、ここを右折です。ふぅ、畑さん、タク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 、王国のスパイ箱取り見てみてとるよ。極秘ファイルを横取りに行きました。どうですか、横取り。おお、秘密情報渡せや。ないと、フーデブティオヒットの瞬間、左も超えるよ。ドルルンバルルン、ドルルンバルルン。あ、ここ左でしたね、左でした。出ますこれだけ。おい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 、俺じゃ、俺じゃ、もう見せてって。あー、抜けちゃったのね、コンセント。バッテリーがなくなった電動自転車っつーか、役立たずな営業部長っつーかん。犬子、これ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 、どこに刺すの、どんな風に刺すの、濡れた手で刺しちゃいけないの、コードのとこ引っ張って抜いちゃダメ、アースって何、こうするの。スガコン、サキのオーケー。うわー、静電気にもオーケー、オールオーケー、喜んできますよ、どこまでも。昔はやだめで出てました、本名は渡辺美沙でした。エミ、行きます。港はいいね、取引するのにもってこい、早く持ってこい。行って、小作品へ、ことねえもな、花1号ったら遅いね。早く情報持ってきてくんないとすねちゃうよ。僕なんか 48% すねたるよ、もう。お待たせしました。テントの基本は5分の遅刻。なんでおめえさん。ここ、小作品の A ちゃんはどうした。私、アルバイトです。この書類っぽいものはずこっとお納めくださいな、坂様ですけど。あ、これは、私のセキララララララ極秘情報。世界初の完全自立自己中心型アンドロイドの私の情報、これが世間に公表されたら。ガチリオカー、ガチリオカー、もうすっごいよ。こんなはいつも利用されるだけなのね。捨てられて泣くのはいつも。あ、電気が。不便な女。すみません、ちょっとコンセントお借りします。あ、消えたぞ、消えた。結局さ、いくらアルバイトしたって電気代の方が高そうにゃ。じゃん、電気を大切に。イエーイ、コンコン、今回はイエーイ、カンカンコンフーだぜ。イエーイ、主役は俺、はい、じゃん。イエーイ、当然ですね、そうですね。騒がしいわね、うざったいわね、勘違いやろうだわね、というわけで撤去。では改めまして、イエイ、ホームホームでホームならまあイエイ、裸でエプロン当たり前。広島のイカズゴケに主役剥がせるほどアニメ甘くないんだよ。で、サビじゃん。さあ、あずこずこ行っちゃうよ。イエイ、宇宙のうの字は広角の脇役が無駄に熱いので困りものですね、この作品。誰が何と言おうと今回はギャングものです。しかも主役は成金札束小学生であるところのこの僕って。うわー、脇役や、脇役や、半年に一度。そこまでしてほしいかね、主役の座が。裏街道長かったからね、彼。しょうがねえから今回はこげな感じでゴー。時は禁酒法の時代。
暗黒街に一匹の狼が現れた。そう、奴の名はコニ。悪を許さぬ正義の殺し屋。今日も助手のエイミーと共に法で裁けぬ悪党どもへ正義の銃弾を叩き込むのだ。そして田舎の鏡たりひっくり返りそうな姿に縛り上げて、さらに押し込んで詰め込んで放り出して、もう上手にやるキャーマンどうすんの、マジャミテッツかチョッカーメみたいな。コニちゃんっていい人みたいね。はじめまして、ミスターコニー。私が暗黒界のインイランラン小学生、通称マダムモルドミョン。お呼び立てしたのは他でもありません。ある男を摩擦してもらいたいミョンと言いつつ写真など出す。この人はナリファミリーのボスドンナリ、かつては私のお父様ドンファイの右腕だった男ミョン。なのにあろうことか、この男はお父様を裏切ってばかりか、お父様の縄張りを横取りしたんだミョン。お父様のショックは相当なもので、ジンマシンは出るわ、不眠症になるわ、人の噂を75日過ぎてもするわ、寿司屋でオムライス頼むわ、挙句の果てに想像妊娠やらかします。わかりますか、想像妊娠した父親と共に安産祈願に出かける娘が気持ちよって聞いてないし。あ、ごめんごめん、カニを食べるとつい無口になっちゃって。それで結局体を壊したお父様は先日亡くなりました。今あの気合でも自らの妊娠を信じて疑わなかった父は大大なる息の下で、お父さん次は息子がいいな、だって娘は中学出てからがいろいろ大変そうなんだもん。そんなこと言われても私ってやっぱ聞いてます。あ、ごめんごめん、エビを食べてもつい無口になっちゃって。それではい、こっからが本題。正義の殺し屋、通称暗黒界に踊り回る濃いめの白い液体、ミスターコニと見込んでお願いしますミュン。どうかどんなりを抹殺してくださいミュン。お金ならいくらでもお払いするミュン。すぐに通の後、小問題がありますが、1週間もあれば横と期待度、この左足の薬指でどうとでもしてる場合って、私の本名ドスカイ花子、とにかくお父様の胸を離していただきたいのミュン。あ、ごめんごめん、食後は必ずサウナで一汗流すことにしてるから。その火柱もう気持ち強くしてもらっていい？つーか、その仕事ぜひお引き受けしましょう。本当だミュン。てか、あんたら話聞いてなかったやん。そもそもその満足げな汗みっともねえから。ただし条件があるの一つだけミュン。ありがとうございました。予想通りとはいえ、一銭も持ってネクセリさんのまで入っていくとは。ってちょっと待つミュン、つーかフロントってどこだべさ。で、ここがコニちゃんの事務所なんだってさ。以上がこれまでのどんなりの行動調査に基づいて私が追ってってた襲撃計画、その名もズバリ顧問親分行かせて英文ですね。何かご質問ありやがるかおい。ズバリはい、忍び込まないで外から狙撃することはできないのかミュン。そっちの方が手取り早いミュン。ズバリ無理です、彼がいる部屋まで弾が届きません。つーか、それでは絵的に詰まらん。あ、そう。さらにはい、いつ結婚するの。すっぱり明日の正午です。じゃあご飯済ませてからね。そこではい、あの今回の俺の出番は、あっさりこのカットが最後です。負けずにはい、私を主役に据えた広めるラブちゃんバック往来のシナリオは。しょうがありません、そげなくされ企画。でもってはい、僕のアフロに合ってる。ここだけの話、悪趣味です。ついでにはい、あたちのパパはお星様になったって。もろ嘘です。パパは5年前お母様と離婚、去年20歳の社長令嬢と再婚し、あなたが足元にも及ばない裕福な生活を送られています。では皆さん、詰め込み言わず、もう先生頑張ってこいや。もうすぐ半ですねと、ようやく登場です。僕はい、ポンと見てみましょうか。でもって暗黒街の大ボスってことで、絵的にも分かりやすく高げな感じの部屋用意してみましたが、いいですね、いい感じですよ。この長さと黒いテカリが止まりませんね。手をや、あ、もしもし僕だよ。あ、パパ、うん、そこはマイナスドライバーじゃないと。ってそれはさておくのね。はいはい、どうですか、この世界電源ケースの高い殺し屋ミスターコニーが僕の弾を狙ってやがりますですか。しかし犯人は何も心配することはないですって。どこ指してんでしょうか。僕は誰だと思ってるんですかって。僕はないですが。しかし今回は一味違うのです。なんたって主役なのですから。それが証拠にこのドラップどうですか、見られてますか。見られてますね、湧き上がってきますね、込み上げてきますね。ススって、それはキャラが違いますね。以上、語り終了。翌日、ゼスターのワルツワルツワルツ、この完璧な変装で大地の関門に、レッツラゴーダミョン。どんなりにお花をお届けに参りましたミョン。よし入れ。どんなりに病院食をお届けに参りました。よし入れ。どんなりに機内食を届けに参りました。よし入れ。兄貴、あれ、そうだ、ジジゲボ、あ、いやいや、やめとこう。うん、なんだかな、あっさりついちゃったね。怪しいミョン、これは罠か、もしくは制作者の手抜きかのどっちかに違いないミョン。でもこの先はそう簡単にいかなそうですね。あれじゃ猫の子一匹、数の子千匹入り込めないミョン。じゃあ一匹じゃなかったらどうなのかな。ほいほい、テスタのボサノバ、ボサノバ、ボサノバ、オラオラ、ここは立ち入り禁止だ、帰った帰った。数の子なんぞ食しやがって、猫なら猫らしく猫食ってろ。なんで猫だ、いっぱい、数の子だ、いっぱい。何なら表が騒がしいようですが、手応援は絵的に姿になってますよ。先輩、そしてこのドアも来ましたね。何ですか、猫ですか、数の子ですかって僕見えてますか。ノハ、ミサ、コニー、どんなにお父様の敵、数の子ミョン。やはりマダムモロが依頼主でしたか。しかしこの僕を舐めてもらったら困りますね。いずれこの暗黒界を支配する男、数
勝つナリファミリーのボスかつ今回の主役たるこの私どんなありがそう簡単に負けるはずがないのです。撃っちゃってください皆さん盛大に。うわーミキナビよーこっち喋らせてください。おっと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 ーおっと何か出てきますよ。丸くて硬くて回転式のものが飛んだ走ったほらドーン主役らしいアクションがね。あっという間だったね。海っていいよねなんとなく。そしてモロは新しい土地で人生をやり直す決意をした。それは過去を捨てる決意であり、また愛する人を捨てていく決意でもあった。コニさん、私本当はコニさんのこと。もうねえねえ、なんで僕たちが船に乗ってるの。ねえねえねえ、出口出口出口。あ、カズさん、すまそう、この船って。ありがとう、コニさん。ミスターコニの正義の戦いに終わりはない。頑張れコニ、負けるなコニ。次週暗黒街のコニ第862話、愛と裏切りの難評用をお楽しみに。次の週は来週はみんなの知りたい僕のあれを大公開。それについてはまた今度。そんなわけで次回のドットコニちゃんは見ての通りの3本です。そうそう、何の話はやらないよ。